マリアンネ・ゼーゲーブレヒトは、ドイツの女優。バイエルン州シュタンベルク・アムゼー出身。16歳で、ミュンヘンに移る。幼少期から芝居に興味を示しており、学生時代には、劇団の一員となるが、一方で写真や医療について学ぶ。19歳で結婚し娘を設けている。またこの頃、夫と妹と共に地元シュタンベルクのキャバレー、スピンラドルで4年間勤務していた。 76年に離婚後、77年に実験的要素が強い劇団オペラキュリオザを旗揚げ、し、ベルリン・ミュンヘン・ハンブルクなどを巡演する。79年に舞台を見たパーシーアドロン監督に見出され、自身の演出する TV ドラマ、キショットに起用され、引き続き83年には映画、大社送るにも出演。さらに十四年には、シュガーベイビーで主人公を、 マリアンネイ役に抜擢され、この作品でエルンストレビッチ賞を受賞。87年にもアドロン監督作のバグダッドカフェデアスミン役を演じ、彼女の代表作となる。またこの作品が世界的大ヒットになったことで、ハリウッドからも声がかかり、ポール・マザースキー監督のパラドールにかかる月やダニー・デビートが監督したローズ家の戦争に出演。十二年には、 ドイツ・フランス合作のマーサイ・モイでベネチア映画祭の最優秀女優賞を受賞。97年にはベルリン映画祭の審査員を務めている。現在もドイツの映画、TV で活躍している。ありがとうございます。